日本の音響信号機用押しボタンの例日本の音響装置不信号機では日本における音響装置不信号機について説明する視覚障害者用交通信号付加装置とは交通信号機において歩行者用と日本では音響装置不信号機は特別支援学校や福祉施設公共施設等視覚障害者の利用頻度が高い場所に優先的に設置され全国で 約2万13基が設置されている。青信号時には常に音が出るものと、押しボタンを押した時だけ音が出るものの2種類がある。東京都などでは、都心のごく一部を除き、ほとんどが押しボタン式となっている。これは、常時音響式に対する近隣からの苦情が多かったためである。また、常時音響式でも、夜間の騒音防止の観点から、夜間から翌朝にかけて、時間を限って、 音を止めていることが多く、押しボタン式も夜間は、ショート化、あるいはボタンが機能しなくなるタイプが多い。スピーカーは、陶器内蔵のものと外付けのものがある。スピーカーの色は、黄色の場合と、歩行者用陶器と同色の白、または、灰色の場合があり、美観地区では、信号機や信号柱も含めて茶色に塗られている、場合もある。誘導音には、擬音式とメロディ式がある。 基音式では、格好ないしは、カ格好、ピオないしは、ピオピオの音響が使用され、メロディ式では、トー東ンセ故郷の空のメロディが使用されていた。また、地方によっては、赤い靴や、富士の山、お馬、乙女の祈りなど、全国で二十曲以上の特殊メロディが存在していた。誘導音の名動の方式として、同手同士、同種なきかわし、一種なきかわしの三種がある。なお、 誘導音が鳴り終わると、青信号が点滅するが、その際に警告音が鳴るものと、鳴らないものがある。警告音には、以下のパターンがある。警告音は、奇数回鳴らすものが多い。また、青点滅時に警告音の代わりに、アナウンスや誘導音、どの方式を採用するかは、各都道府県警察の裁量に任せられており、異なる方式の音響信号機が、 同じ地域に存在することも多かった。これは視覚障害者の混乱を招くことも少なくなかった。そのため1975年に警察庁などからなる委員会による検討が行われ、2種のメロディーが制定された。さらに2003年10月には警察庁より今後の視覚障害者用付加装置については基本式の一種なきかわし方式により設置するように、 通達が出された。これは2002年に警察庁が行った実証実験で目の不自由な人の半数以上が従来のものより横断方向の音が取りやすいという反応があったためだという。そのため、一種泣き川市方式は2016年3月末現在で19219 19機ある音響装置不信号機の45%超となっている。この影響で メロディ式や同手同時方式、同手なきかわし方式の音響信号機は更新の際に置き換えられ、徐々に姿を消しつつある。その中でメロディ式の音響信号機は2003年に2000機以上があったものの、2016年3月時点では12都県527機に減っている。地域別では2003年度に781機だった大阪府では姿を消し、 四国地方とともに近畿地方ではメロディ式の音響信号機は見かけなくなった。また中国地方ではメロディ式の音響信号機が3機残っているだけで2015年度には神奈川県内のメロディ式の音響信号機はなくなっている。視覚障害者用交通信号負荷装置のほかに交通弱者用押しボタン箱、歩行者横断支援装置も音響を出力する機器であり、 日本放送を中心とした AM ラジオ局の NRNK10 局において毎年放送されているラジオチャリティミュージックソンではこの装置を音の出る信号機と呼び設置するために募金を募っている。なお、第1回目のラジオチャリティミュージックソンにより全国で初めて視覚障害者用交通信号機が設置されたのは 神奈川県横須賀市若松町一丁目交差点であり、初代機種はメロディ式で、使用曲はトーリャンセであった。このため、現在でも、この募金のことをトーリャン石金と呼んでいる。ありがとうございます。